記憶力ノンストリベンジ編。どうもゲームマスターのリエックスです。そしてはいルナチュです。そしてはいリリキーです。イエーイ、お願いします。リベンジ来た。気合入ってますか？気合入ってますよ。もう気合満々ですよ。今回はですね、スペシャルゲスト、はい、助っ人をお呼びしております。何助っ人、はい、助っ人。それではお願いします。ノンストノンストチャンネルと YouTube でゲームエンジョイで実況してます、ジュリーと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、ファミツアップターザンマゴトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね、はい、いやジュリーさんそんなエンジョイでとか言わないで。今日はできるだけハードル下げてきたすごいエンジョイでってめっちゃ言いましたね。いやそうなんですよ。ではもうね、攻略班としてもね、こちらでございますね。こちらの方が超有名なターザンバゴトさん。イエーイ、超感になります。すぎる。お願いいたします。まあまあ初めましてぐらいの感じ。そうですよね。この4人でね、ちょっとコミュニケーションを取りながら、はい、力を合わせてやっていただきたいと思います。ルール説明をします。45枚のキャラクターが描かれたカードがあります。10秒でカードの位置を記憶してください。その後カードを全て裏返した後、挑戦するクエストを発表します。そのクエストに適正のキャラクターを45枚の中から4体選んでください。はい、それでは準備が整いました。皆さん準備はいいか？おー、何か作戦はあるか？おー、それではいきます。はい、よーいスタート。いけ。え、なんで反対に反対だね。3、4、こっち行きますね。そっちね。水であれ頼む。お願いします。はい。あ、ごめんなさい。
たの。なんでそこに気取られんのよ。じゃあ水っぽいとこ。水っぽいとこ行きましょう。そこれだよね。これ行ってみようかな。はい、はい。じゃあ信じてね。あ、水水水。え、いや。あ、アセール。どうなんだろう。電撃。ブロックはあるのかな。ブロックそうです。はい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 。よし、よし。そしてチューニーさんも一番選べる。確かに確かに。いやでもここは絶対ないよ。ない。ないない。そんなやつはなかった。ちはやはチギタ。うん。じゃあなんかちょっと外したところも多いね。そうだと思います多分。だからこのもうミステリーケオスゾーンのどこどこどこかキシラキュする。ここは絶対ね、この辺はない。そこはない。きっと光だった。本当に？え、本当？え、これがヘラだった。今のところさ、水出てないんだけど。そうなんだよ。だからこの辺じゃない。そう、この辺なんですよね。でもさすがにさ、最後に当たるんじゃない？そうですよ。ね、これ。今、ローラーしてる状態だから。そうだよ、そうそうそう。ローラー作戦だから。じゃあこれ行きましょう。はい。私が選んだのは、こいつだ！お願いします！あー、ザー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 水色っぽいもんね。これもうマジで俺のやつしか合ってないし、水色ちょっと青っぽいよね。そうよね。仕方ないよ、ずっとつけてここで。はい、ということでね、まあ4体揃ったので、はい、これからね、編成をしていただければと思います。はい、よし、頑張るぞ。頑張ろう。さあ、それでは先ほどめくったキャラクターでモラルに行っていただきます。はい、それではね、キャラクターが決まったので一人ずつちょっとご紹介をお願いいたします。はい、はい、まず私から。はい、はい、私はヌアザを使います。ヌアザ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 。イエーイ。はい、まあ、一応ね、アンチブロックありますから、はい、大丈夫じゃないですか。大丈夫、動けると動ける。はい、で、私リルキーはアルセーヌのファントムモードリュクスさんにお借りしました。ありがとうございます。ガチガチャガチムチじゃないですか。ガチガチしておりますので、よかったです。ガチムチに来ていただいて、美味しいお身をいっぱい食べて、これも重力ブロックなんで、はい、対応してます。お、素晴らしい。いいじゃん、よかったじゃん。優しいじゃん。ね、優しい。はい。そして、はい、私めチューニーはググニルです。はい。まあ、重力アンチダメージオールなんで、はい、ブロックがないのでちょっと動けないかもしれないんですけど、はい、まあ、頑張ってババゾノさんの、オーディンに当たりに行きたいなと思ってます。はい、そうですね。うん。はい、で、私はまあ、オーディンということで。うん、一応モラルはもうめちゃめちゃ適正キャラなんで。お、適正キャラ大丈夫と思うんですけど。いや、すごいよー。みんな作戦ちょっと聞いて。はい、はい、俺オーディンに当たって、とりあえず。だから俺4番目にしたからみんな当たれるように。大事にね、もう当たれるように。OK、はい、です。モラルは、はい、ね、縦に張っちゃうから。そうね、なるべくね、まあ、逆になんか敵に当たらずにオーディンだけ当たってください。わかりました。じゃあババゾノさんに目指していけばいいと。はい、そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではよろしいでしょうか。はい、はい、それでは行きましょう。スタート ー今日こそ勝つぞ ー、 イエーイ。もうね、リベンジなので勝たせてあげたい。そう、だからババゾノさんとチューニーさんなんです。いやいやいや、全国めっちゃ頑張ってたもん。頑張ってた、めちゃくちゃ。あんな長い動画久しぶりだもんね。あれ早送りなんてされちゃってね。俺最後まで見てんかったもん。やめて見て。お、あ、はい、ね、親切にね、とりあえずオーディンよ。とりあえずオーディン。謎オーディン。はい。はい。声やってくる。あ、いいじゃん。すごい、すごい、すごい、すごい。かわいいよ。え、これ勝てるんじゃないの？勝てるんじゃない？勝ててほしい。ね、この作戦いいぞ。さすがすぎる。あ、いけるのでは。乗ってるであれ。あ、乗ってるであれ。ちょっと待って、見てる。見ましょう。乗ってる。いけますよ。いけますね。いけます。はい。お。ナイスナイス。え、強い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 。なんかわちゃっとしても大丈夫だし、とりあえずストライクオーディンだけ当たれば大丈夫。なるほど、当てれるかな。あ、いい、いけるよ。素晴らしいね。ナイスナイス。え、強い。え、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。モードル2突破。え、なんかすごい、すでに兆しが。もうなんか消そうみたいな。ナーディさん、ナーディさん、下の方にいてくれた方が嬉しい。なるほどなるほど、配置しておくと。一旦はこれはしょうがないか。え、強強強すご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 い。やいやいや、でもなんか、ああ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 あ
ど、そのなんか右上のシールドンにサクッとこうかすめてくか、こんな感じでいいですか？もうちょいでも左でいいかも。もうちょい左で、うん、この辺で。もうちょい左で、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 調整大事なんで、もうそこで、はい、勝ちに行きますからね。はい、ね、いいんじゃないですか。
痛い痛い痛い。叩いていきます。叩いてお願いします。俺があれ取りますね、蹴りますね。そうね、今はね、球場で蹴りさんのものですよ。よいしょ。おーいいよ、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 いいよ。しかもオーディンさん、ちゃんとブロックじゃないとこ帰ってきてくれて助かりますわ、優しさ。ちょっとこれどうしようかな。あなたは、もうオーディンまっすぐでいいと思う。その勢いで、あ、違う違う違う、はい、まあ、その勢いもあるよね。手が揃いました。すいません、オーディン直でいい。オーディン直でいいと思う。こうちょっと上から入って、ユマさんがザコと一体化しちゃってるね。どうにかまれ、どうにかまれ。あ、いい、どぎどぎ。あ、いい。これやっぱ意外とひりつくな、これ。ひりつきます。ちょっとね、コスに入ってくると、有利属性じゃないとね。ダメージも結構大きいので、ザコ処理もしっかりしていかないときついですね。あとはもうボスのターン数も意識していきましょう。いやこれは一回で勝ちたい。いやはい、左まで行っちゃう感じで。あ、そうですね。ここで大丈夫です。あ、いい、いい、素晴らしいです。耐えるの大丈夫だから、うん、それが大事だから。フォアフォア受けなくて済むので、ここでどうしようかな、なんか何でも下の方に行った。でも俺も叩いた方がいいかもな。叩いてください。ちょっと俺も SS 打ちますよ、ここで。おー、はい、行きます。お願いします。お願いします。強い、すごいじゃんか。なんか結構ね、削れてるといいですけど。そうだね、そうですね。このぐらいの、ワクワク。とりあえずここは耐え抜いた。耐え抜いた。ボス1突破しまして、 HP が引きつきますね。おお、助かる助かる。これもまあですか。おお、わかりやすいですか。ね、どうしようかな。剣取りながら左からオーディン入るみたいなイメージで。でも重力ないから間に合うかしら、そこまで。大丈夫じゃない。行きますかね。そうですね。はい。お願いします。あ、おお、やばい。これ。え、すごい。すごい。すごい。最初にできました。素晴らしい。すごすぎる。神の采配ですね。私なんか若干やれることみたいな感じなので、まずオーディン。オーディン。とりあえずオーディンで。オーディン難しいな、ここ。私ブロックない人なんですけど。ちょっとずれていくしかないですね。なるべくね、雑魚からのダメージを受けないようにうまくやっていきたいですね。いくか。打つか。これだけ。でもなんかちょっともうちょっとなんかどうにか。やばい。行け。わあ。気持ちはあった。気持ちはあった。まで動くイメージでやっていいかも。モラルに当たってモラルに盾つけたいから、ザコ倒したいっていう気持ちで、まあ、オーディンジグザグみたいな、上からオーディンジグザグジグザグでいいかも。あ、そう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 。きます。いいよ。いけ。気持ち一つになってるよこれ。マジよ。いい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 よ。やった。ありがとうございます。ひりつく。危ないところで生きてるので、これ全部一旦倒さないとわかんないよな。本当。まあこれはでもまあ、ルナさんに、そうですね、ルナさんだって。いい、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 やばい、やばい、ラスト、強い、ラストですよ。すごい、すごい、すごい、さすがすぎて。サルとブロック。はい。青。さあまずは、はいはい、甘いんじゃないですか。まあ。まずまあオーディン、いいですか、直オーディン当たって、まあ、まあ、モラルまで行くみたいな気持ちで。はい、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 いいよ、いいよ。大事大事大事、これ大事だから。かき声大事、はい、声大事。かわいい顔して意外と痛くしい声出てくる。時折その感じ出ちゃう。出ちゃっちゃう、あっちゃうね。もうどうどん狙っていきたいですよね。確かにオーディン狙っていきたいですけど、狙っていきたいですね。これいやでもいけんじゃないですか。ヌアザに当たればだってもう余裕するでしょ。そうですね、確かに。じゃあヌアザに当たってこれとよろしくみたいな。スイス打ってもいいですけどね。確かにそんなに多分打つしかない。じゃあ打ってきますね。はい、ただあ、どうなんだろう。殺人されてもうあれかな、入んないか、まあいい感じになるから。
からやったーそうですね、うん、これでこれもまあストライクショットを打っていただいても大丈夫です。はい、1段階成長打てそうですね。でそうですね、そんな感じでいいんじゃないですかね。おー、ありがとうございます。よし、では行かせていただきます。お願いします。超強いからね。お願いします。で、あ、いいじゃないですか。あ、強い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 。よかったよかった。いいじゃないよ。まだまだ、ね、余裕ありますか。余裕めっちゃありますね。ピンポ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 ンが本当に。ただ、沼さんが来て、お、左まで。はい、あのちゃんとあのモラルを弱点一発殴る気持ちで。ということで、以上、記憶力モンストリベンジ編でした。